どうも、M です。本日はですね、ホームセンターでこちらの商品を買ってきました。ホルツのステッカー剥がしですね。600円弱でした。これを使ってハスラーのリアウィンドウについているよくあるステッカーありますよね。ここに貼っときますけど、こんな感じのやつ。それをちょっと剥がしていきたいと思います。これすごい簡単なやつで、塗って剥がして、塗って剥がして、で糊跡が残る場合は同じ作業を繰り返して、でまた仕上げてと、そんな感じで、簡単な感じなんで、ちょっとやっていってみたいと思います。それでハスラーはですね、購入して1年半ぐらいですか、もう経ってるんですけど、アルトバーンもですね、カピカピになって、すごいひどいことになってるんですよね、ステッカーが。だから、このハスラーで、うまいこと剥がせるんだったら、アルトバーンでも、同じように剥がしてみたいと思います。それで、ここにヘラが一応ついてるんですけど、もうちょっとしっかりした、100円ぐらいだったんで、そういったヘラをちょっと買ってきました。これで、ちょっとやっていってみたいと思います。それでは早速作業を始めましょう。これですね、これこのステッカー、この2つのステッカーですね。これをちょっと剥がしていきたいと思います。とりあえずね、このホルツのこいつ箱から出してみました。これはですね、第一石油類としか書いてないんですよね。第一石油類、何が入ってるのか分かりませんけど、とりあえず塗る、剥がすなんで、塗って2、3分後に剥がせて書いてあるんで、一応塗ってみましょうかね。こんなんでいいのかな、全然分かんないんですけど、あんまりボディについたら良くないと思いますね。塗りこんな感じでいいんでしょうか、よくわかりません。とりあえずこんな感じで 2,3 分待ってみましょう。そしたらですね、 2,3 分経ったと思いますので、ちょっと付属のヘラでとりあえず取ってみますか。一応35ミリのヘラも買ったんで、これも使ってみましょうかね、せっかくなんで。あんまり付属のヘラと変わらんですね。何も変わらんですね。もともと結構綺麗に剥がれるのかな。結構綺麗に剥がれました。一つ目、結構綺麗に剥がれました。それではね、2つ目もちょっと剥がしていきましょう。
まあまあどちらも同じぐらいの粘着力ですね。ちょっとまだ糊が少し若干隅の方に残ってるようなので、それを取っていきたいと思います。多分これ溶剤であれですかね、糊の粘着力を溶かしてる感じなんですかね。まだ1年半ぐらいだったら剥がしやすいですね。まあ、あるとバンの方はねカピカピになってるんですよ。カピカピ、うまいこと剥がせるかな、どうかな。それとこれやり方がすごい、あの我流で間違ってたらちょっとコメント欄で教えてくださいね。ちょっと 2,3 分したらまた今度は濡れた布で、水に濡らした布で拭いてみましょうかね。そしたらちょっとヘラで軽くこすって、全然落ちない全然落ちない。ちょっと濡れたウエスで拭いてみましょう。ちょっとまだ糊が残りますね。どうですか、これ効いてるんですかね、この石油系の溶剤は。第一石油類、まあ、この液体で糊の部分を溶かしてると思うんですけど、なんかあんまり溶けてるような感じがないんですけどね。どうですかね。まあ、大体こんな感じでいいんじゃないでしょうか。とりあえずですね、これで、ほんと雑ですけど、これで完成にしたいと思います。別にこのホルツの使わなくてもよかったんじゃないかな。とりあえずハスラーはまだ新しいので塩きれいになりました。まあそういった動画でした。まあね、あの緊急事態宣言が出て、とりあえずあまりお出かけもできませんので、こういった日頃できなかったメンテナンスというか、メンテナンスではないですけど、ちょっとやってみたかったステッカー剥がしとかをやってみました。それではまた次回はですね、次回というか、まあ、今度はですね、時間があればアルトバンのステッカー剥がしに挑戦したいと思います。ここまでご視聴くださりありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。 Thank you.